今回選挙の一大争点になるのは、まず政治と金。自民党の国会議員が80名以上も意図的、組織的、長期的に裏金作りに手を染めていた。この前代未聞の裏金問題、脱税行為、自民党は残念ながら全く反省をしておりません。石破内閣総理大臣、総裁選挙の時には裏金議員には最も厳しいスタンスを取っていた総裁候補の一人でした。ところが自分が総理になったら手のひらを返して、ほとんど全員公認、自民党の看板を背負って自民党から資金提供を受けて裏金議員たちは立候補をしています。裏金が何に使われてきたのか、どんな経緯で裏金作りが始まったのか、そんなことも全くわからないままなんです。そうした状況で政治改革が前に進むわけがない。だから私たち日本維新の会、元木田俊に、この本当の政治改革、領収書がいらないお金は政治の世界からなくしていく、透明性が高い政治を行って、二度と脱税行為、裏金作り、こうしたものが再発しない仕組み作りを実行させていただきたいです。自民党の東京1区、新宿区から選出されている国会議員も残念ながら裏金作りに関与していたことも判明しています。こういう裏金議員は一掃しなければいけません。